権限せよ、神々の血肉を喰らいし暴流、国運の天を立て、バハムート。あなたが尊敬していた僕の祖父の代わりに、リロードオンファイヤですよ。私、あなたに恥ずかしいところをいっぱい見られてしまいました。許せません。ずるいです、卑怯です、悔しいです。その僕にできることだったら何でもしますから。ことです。え、誰かに助けられるべきではないと、男の人の気持ちも付き合い方もよくわかりません。かつてあなたのおじいさんが私に教えてくれたように、それが条件です。可愛くて好きになると思いますよ。可愛い、男の人に初めて言われました。